中山ダート。深い砂に小回り、そしてゴール前の急坂。タフさが求められる舞台。それ、ゆえに独特な適性が必要となり、荒れる舞台として有名である。はい、皆さんこんにちは。マンケンドラえもんです。本日の検証です。荒れる中山ダート、ドラえもん3区を買えば、勝てる説、やっていきたいと思います。いやね、この時期ちょっと芝の保護を目的としてですね、ダート競馬多くなっていますので、まあ中山開催も始まったということで、この企画やっていきたいと思います。ドレフォン産駒の中山の、期待値はこちらです。単勝回収率 106% あって、ベタ買いでプラスです。まああの動画の最後にね、ちょっとドレフォン産駒の会場券やるんですけども、まあ今回この中山ダートドレフォン産駒で勝負したいと思います。本日のルールです。12月2、3の中山ダートで勝負します。中山ダートに出走するドレフォン産駒の単勝1000円副賞2000円で勝負します。謎の息苦しさをちょっと感じてて、呼吸器内科と耳鼻科とたらい回しにされて、医療費がですねめちゃくちゃかかって、もうちょっとね本当に緊急なので、なんとか今週取り返せるように頑張りたいと思います。それでは検証開始です。このレースに出走するドレフォン産駒は1番人気15番のフラーハ。馬券は15番フラーハの単勝1000円副賞2000円で勝負です。コーススタートを切って花を切ったピンクのボイス15番フラーハ、後続に3馬身の差をつけて最後直線です。はい、もらいました。これはもう絶対大丈夫。逃げる絶対大丈夫。フラーハこれでカメラ引いたらもう多分大丈夫。はい、もうこれ当たり。こうなったらもう当たりなのこれも分かって。ちょっと待ってやめろ、残せ、いつでも残せ、頭下だけダメ。ダイヤモンドナイツ並んでゴール。マジか、本当にあれで刺されん。最後は外、11番ダイヤモンドナイツか。いやもうほんと不幸中の幸いで2級数が来てくれたから、副賞がちょっと跳ねてガメらないで済みました。いやマジでよかった。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース勝ったのは里のダイヤモンド3区です。里のダイヤモンド3区、初年度3区が期待外れの結果になってしまい、車台サリオンステーション追われてしまいましたが、馬券では儲かりしぼぱです。芝の 2000m では単勝回収率 93% でハイアベレージ。これを未勝利戦に限定すると、なんとその回収率は 156% までアップします。新馬で負けた素質馬が未勝利戦で巻き返すというパターンが多いので、そこを狙っていくと儲かることができるかもしれません。よかったら参考にしてみてください。このレースに出走するドレフォン産駒は8番人気4番のカサブランカキット。馬券は4番カサブランカキットの単勝1000円副賞2000円で勝負です。道中後方からレースを進めた黒い帽子4番カサブランカキット、3コーナーから進走開始、4コーナーで外の9番手までポジションを上げて最後の直線です。4コーナーから直線に向かいました。リーマイレイビーセットレースが外から合わせていくパーポケビー。いやー、3着まで来てくれたら嬉しいけど、ちょっと伸びてきた。おー、いける、伸びろ、させ、まとめて出せ、よし、これでかいんじゃないかい、これは。はい、当たりです。副賞の 7.7 倍めちゃめちゃ嬉しいんですけど、生まれんワイド総流ししてたら20万円でした。ってなんかこれ、なんか俺毎回言ってるな、これ毎回言ってますね、これね。まあ近いうち生まれんワイド総流し企画します。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入ったのはジョーカプチーノ3区です。ジョーカプチーノ3区、現役時代のイメージとは正反対で、ダート周回コースで買い付けたらプラス収支になります。特にここ中山競馬場のダート 1800m はボーナスステージで、単勝回収率 382% あります。ジョーカプチーノ産駒自体、まああんま人気しないんで、まあ、見つけたら抑えるぐらいのイメージを持つと、ある時ふと
万馬券をプレゼントしてくれるかもしれません。よかったら覚えておいてください。このレースに出走するドレフォン産駒は10番人気8番のパーサビアランス、6番人気9番のグランサバナの2頭、馬券は8番9番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。黄色い帽子キャロットの勝負服、9番グランサバナは2番手の位置、青い帽子8番パーサビアランスはうちの9番手のポジションで最後の直線です。これいける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 、頭このレースに出走するドレフォン産駒は6番人気8番のカラーセ、2番人気16番のデイオードレフォンの2頭、馬券は8番16番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。ピンクの帽子16番デイオードレフォンは3番手、青い帽子8番カラーセは6番手の位置で最後の直線です。16頭できてくんない、頼む伸びてくれ伸びてくれ、伸びろ、よし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 、頭よしよしよし、歩けた、これは気持ちいい。8も来てる、8させ、おい、レフリー、セブクなったぞ、レフリーチェックお願いします。カランセも3着に来てくれたら激アツだったんですけどね。でもまあまあまあ、よしとしましょう。はい、それではドレフォン産駒の簡単な会場券お伝えしていきたいと思います。まずは芝の新馬戦ですね。芝の新馬戦の単勝回収率が 129% でベタ返してもプラス、これをですね 1800m 以上の芝の新馬戦に限ると単勝回収率 356% あってめちゃめちゃプラスになります。ダートが得意なイメージがあると思うんですけど、ダートベタ買いしたら負けます。ですがダートの牝馬を買い続けるとプラスになります。その単勝回収率 108%、その他にもいろいろドレフォン産駒の会場券ありますが、ノートの方でまとめてますので、よかったらそちらの方も参考にしてください。お疲れ様でございました。本日の検証、アレール中山ダートドレフォン産駒を買えば勝てる説、先生一緒でございます。はい、ありがとうございます。いや、ツイッターをね見てくださってる方々はお分かりかと思うんですけども、まあ、最近ね私勝負レースのみ馬券を買うことに決めて、まあ、ツイッターでもねつぶやいて好調なわけですが、今週の日曜日ね、まあ、確かにつぶやいたのが調子良かったんですよ。で実際最終レース迎えるまで1万5000浮いてたんですよ。ですけどね、隣で一緒に競馬を見てたパドック娘という、まあ、その競馬の天才娘がいるんですけども、もうそいつがねもうバシバシ当てるもんだから、ちょっと最終レース熱くなって張ったら、まあその浮いてる分1万5000円失い、さらに1万5000円追い金してそれもなくすというね大失態をかましてしまいました。なのでちゃんとねまた初心に戻って勝負レースね、馬券だけね、プライベート馬券は勝負レースだけやっていくようにしたいと思います。あ、そうだ、動画の概要欄にそのパドック娘さんの YouTube のチャンネルの URL 載せておきますので、よかったらそちらの方も見てください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。